フランスビスケーの水深約180メートルの地点で撮影された巨大波巨大波とは海洋で発生する波の内波の高さがと一般に海洋の波の高さは遊戯波高によって表される遊戯波高とは不規則な海の波の波高を大きい方から並べ替えて上位1、3の平均値である天気予報で予報される波の高さはこの遊戯波高である 不規則な海の波では、遊戯波高よりも大きな波も多く存在するが、一般には遊戯波高に比べて数倍にも達するような波の発生頻度は非常に低い。不規則な波の中には、波高が極端に大きな波も存在し、これらのことを巨大波と呼ぶ。巨大波は、その発生を予測することも回避することも難しいとされ、しばしば海難事故の原因となる。通常、 不規則な海洋の波の中には遊戯波高よりも高い波が含まれている。10波に1波は遊戯波高の1.3倍、100波に1波は1.6倍、1000波に1波は2倍に達すると言われる。この経験則を拡張すれば、数千あるいは数万波に1波は遊戯波高の数倍となることが考えられる。これは一発大波もしくはフリークウェーブと呼ばれるものである。 一発大波の研究は1990年代、初頭より注目され、主に北海での観測例が報告された。その後、日本をはじめに各地での観測例が見られるようになった。海洋には様々な周期や位相を持った波が存在し、それらが互いに相殺されるので、通常は巨大波が誕生することはない。しかし偶然にも多くの波の周期や位相が重なると、 通常では考えられないような波行の波が生じる。一発大波発生のイメージ図は異なる周期の波成分の重ね合わせによる一発大波の模式図である。上図は10の異なる周期を持つ新関数を重ね合わせたものである。このように、海洋では多くの周期を持つ波が重なり合っているものの、巨大な波の発生は抑えられる。一方、数も十の異なる周期を持つ 新関数の重ね合わせであるが、図の中央付近で各新関数の山が一致したために、波高12以上の巨大波が誕生している。渦は模式的に振幅2の波を10重ね合わせた様子を示したが、海洋にはさらに多くの周期、振幅を持つ波が存在するため、数のようにそれらが一致する可能性は決して大きくないがゼロとは言えない。 異なる周期の波成分の重ね合わせについては、単純に線形に重ね合わせで表現される場合と海の波が持つ、非線形性による、非線形重ね合わせで表現される場合がある。線形波の波高の出現分布は、レイリー分布で表現され、遊戯波高の2倍を超える波の出現確率は、約3000波に1回となる。一方、非線形波の場合は、 波の持つ非線形性に依存し、レイリー分布より出現頻度が高い場合と低い場合の両者がある。非線形性による一発大波の出現確率の高まりは主に大推進域で生じ、水深が浅くなると逆に抑制されることが分かっている。一般に一発大波は時間的にも空間的にも否定上であり、その予測は非常に難しい。 十分広い一様な海洋で、ある一定の方向から風が吹き続けた場合、遊戯波高は大きくなるが、蒸気の一発大波を除けば突然大きな波が発生することは考えにくい。しかし海洋には、様々な方向から風が吹き、また、温地の低気圧で発生したウニリや、ある地域、地形に特徴的な海水の流れ、もしくは多方向からの波が押し寄せる。 こうした多方向からの波が重なり合うことで生じるものが三角波である。三角波は定常波の一種と解される。三角波のイメージ。赤い丸内で三角波が発生渦は三角波の模式図である。図中の赤い丸で示した箇所では、青、緑、木の、角、波が重なっており、波高が高くなることが予想される。図中にはこの他にも波が重なっている箇所がある。 このような多方向波は巨大波の発生要因の一つであるが一度生じるとしばらく継続的に発生するためにその予測及び回避は比較的に容易である。三角波は大河川の川口付近、水道や海峡付近で発生しやすい。また台風の目では周囲からの高波が複雑に重なり合うため多くの三角波が発生する。さらに 津波も海底地形の影響による屈折や海岸反射によっては三角波を生じることがあると言われる。三角波は文字通り波が尖った三角形状になる。波高も去ることながら三角波は尖った形状で下から突き上げるよう発生するので船舶に重大な被害を生じさせることが多い。 三角波も参照2017年2月15日、気象庁は三角波などの急な大波が発生する可能性が高い海域を予測できる手段を、水深が波長の1、2以下まで浅くなると波は地形変化の影響を受けるようになる。沿岸部において海底に突な盛り上がりがあったり、水深が急に浅くなる場所では波がその上を通過した場合に屈折により巨大波が 発生する。このような条件では、10メートルを超える波が定常的に発生し、サーフィンのスポットとなっている場合もある。水深が急に浅くなる場所では、津波の高さも急激に大きくなる。スマトラ島沖地震では、沖合で操業中の一部の近海漁師が、津波が突然大きくなる様子を目撃しているが、これらは、水深が浅くなる場所と一致することが多い。 一方、波の波長と同じ程度の長さの島がある場合、その背後では、解説により波が重なり巨大波が生成される場合がある。屈折波、解説波ともに、海底地形の影響によるものであり、その場所で定常的に発生。通常、巨大波と呼ばれるものは単に波高が大きな波を指す。蒸気のように、波高が大きな波の発生原因は様々であり、一発大波と、 三角波は発生メカニズムが全く異なる。このため、巨大波、一発大波、三角波を同一のものとして扱うことは誤りである。また、巨大波は絶対値として大きい場合と相対値として高い場合とが考えられる。学術的には巨大波は後者の意味であるが、一般には前者の単に物理的に高い波をべて巨大波と表現されているようである。 平均的に大きいのか、一つない指数波が大きいのかは大きく意味が違うため、両者は区別すべきである。平均的に波が大きい場合は、ボーハローやシケと呼ばれる。英語圏では巨大波のことを、フリークウェーブ、ローグウェーブ、モンスターウェーブ、ジャイアントウェーブ、エクストリームウェーブ、津波などということがある。ただし本来津波は、海底の地殻変動等によって生じる波を指し、 巨大波とは全く別物であるため御用である。巨大波はしばしば船舶の転覆、沈没、操船不能などの原因となる。2008年に発生した千葉県沖の漁船転覆事故では、箱2から3メートルの中で100トンを超える漁船がパラシュートアンカーを使用していたにもかかわらず、転覆しており、巨大波の存在が指摘されている。また、1993年に、 福島県沖で発生した漁船沈没事故でも原因として巨大波が挙げられている。また巨大波は海岸に達することもあり、磯釣りでも注意が必要である。さらに、数万トン級の大型タンカー、客船でも遭遇した際、最悪の場合は沈没に至ることがある。大型船の遭遇例としては、1933年の米海軍給油艦アセスラマポ、 1980年のイギリス汽船、ダービーシェアの事故、1980年の尾道丸などが挙げられる。近年でも、1995年に大型客船、クイーン・エリザベス2が29メートルの巨大派に遭遇したほか、2001年に南大西洋を航行中のブレーメン、カレドニアンスターが30メートルの巨大派の被害に遭っている。長らく専門家の間では、 箱を30メートルに達するような巨大波は稀にしか観測されないため詳しく扱われなかった。しかしこの他にも大型タンカーや大型コンテナ船が年間平均10隻被害に遭っており、専門家の見解と被害の実態に祖母が生じていた。2001年以降、欧州宇宙機関が衛星画像を用いて巨大波の研究を行い、地球全体で見ると概要では30メートル級の 巨大波の発生はそれほど珍しいものではないと報告している。三角波やフリーク波への海洋関係者の関心が集まる一方、従来の試験水槽での実験では実海域とは異なる波浪しか作ることができず、実際の波浪上での挙動は実験データからの推定で算出していた。こうした計算やデータに基づく推定に止まらない研究への需要が高まっていった。 それに応えるため、日本では国土交通省の支援のもと、海上技術安全研究所が実海域再現水槽を建設し、2010年6月17日に完成した。この水槽は、もともとあった三鷹第一船舶試験水槽を活用したもので、全周二増破機を備えている。それまでの水槽では、不可能であった高天の生打ち、三角波、 フリーク波のいずれも再現を可能にし、完成式典では高さ4メートルほどのフリーク波が披露された。水槽で運用する模型船は、実船の50分の1から100分の1程度の縮尺である。本水槽の建設目的は、海難事故の再現であるが、この研究では、小型船の実験の割合が大きくなり、その場合には10分の1程度の縮尺の模型を使用する。 そうした大縮尺の模型船は高い速度で引く必要があり、台車も高速なものが用意された。以前の核水槽でも模型船の船底に超音波波信機を取り付け、水槽の四隅に受信機を設置することで鉱石の精度は1トル以内を達成していた。模型船の大きさは4ルであるため、しかし、さらなる誤差縮小の必要から、新型水槽では、 自動追尾機能やレーザー計測などにより、精度を各水槽時代の10分の1に引き上げている。この水槽では、各種船舶の復元性能、対抗性能、推進性能等について、より現実的で、高精度な検証を実施していくことを計画している。本記事の執筆に際し下記を参照した。ありがとうございます。